はい、皆さんおはようございます。コムリチャンネルの時間になりました。というわけでですね、いつもの竹生駅前のロータリーからお伝えしておりますが、今日はですね、この後ですね、各駅停車に乗りまして、各駅停車と新快速乗り継ぐのかな、そんな感じで京都までぶらりと行ってみたいと思います。京都からさっき、さあ果たして私がどこに行くのか、それは続きの動画でどうぞお楽しみください。では駅の中に入っていきたいと思います。あんのかな、目撃停車。17時5分発鶴ヶ行き、これに乗ります。しょうがないな、課金しちゃおう。ということで、ちょっと予定を変更しまして、16時51分発特急しらさぎ62号でとりあえず敦賀まで向かいたいと思います。特急券も敦賀までしか買っておりません。敦賀でうまく新快速と連絡してくれることをただ祈るしかありません。そんなわけで旅が始まります。それが3番乗り場ですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、白鷺57号花沢行きです。列車は9両で到着します。自由席は5号車、6号車、7号車、指定席は1号車から4号車、8号車、
次に乗るのは新快速の米原経由、米原まで各駅停車17時49分発播州赤穂行きです。どうやらこんな降りたホーム向かい側7番乗り場からの発車というふうに案内がありました。そういうわけでですね、特急しらさぎに揺られること、まあ結構短い間でした乗ったのは、敦賀に到着しました。ここからですね、新快速で京都まで約2時間、2時間もかかんの。この一番上に出てますね、この播州赤穂行きに乗ろうと思います。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。長浜、米原、彦根、草津、京都、大阪方面、米原経由、新快速、播州赤穂行きです。通話を出まして、新引田、大見市を通、両方、木の元の準備、途中、米原までは各駅に止まります。米原出ますと、彦根、大見小津には18時5分、長浜18時28分、米原18時42分、草津19時20分、
京都19時42分、大阪20時13分、三宮20時37分、終点阪神阿公には21時55分に着きます。湖西線長原牧の大手橋方面ご利用のお客様は、はい、そういうわけでですね、滝も出てからだいたい長間乗り場新快速満州は小駅続きに発車いたします。これですね、80分近くのドアからご乗車ください。新快速発車です。京都に来るのはいつ以来だ、ちょっと思い出せないな。まあいいや、とりあえず飯を食って、それから今夜夜露をしのぐところを探すとしましょう。はい、そういうわけでネットカフェは見つけたんですけれども、フロントの方が非常に丁寧でして、お客様21時以降お入りいただけますとナイトパックご利用できますよということで、今21時待ちということでですね、もうなんか京都駅八丈口の真裏のなんかやたらと高いビルが建ってるあたりに、まあ、いるわけなんですけれどもね。え、一応ね、持ち込みかということなので、まあ、お酒買ったりとかいろいろしてたんですが、まあ、果たして21時、まあ、部屋はね、部屋っていうか、まあ、ブースはね、押さえてもらったので、まあ、心配はいらないんですが、あとね、ちょうどもうすぐそこがもう近鉄京都駅なので、明日の山、おっと、行っちゃいそうになっちゃった明日の山、さあ、なんでしょう。近鉄特急まで行っちゃったんだからもう行っちゃえよって感じなんだけどね。いやー、まだ言いませんよね。詳細は明日、近鉄特急をどこで降りるのかね。いや、大和西大寺かもしれないよ、ひょっとしたらね。連続交差見たいからとかさね、そういう可能性だってあるでしょ。誰も大和八木なんて言ってないよまだね。そんなわけでですね、9時になったらネットカフェの中入りたいと思います。それでは、はい、皆さんおはようございます。京都駅前にあるネットカフェに、いるわけなんですが、時刻は今朝の5時28分。これからですね、シャワー浴びて身支度を整えたいと思います。しかしここのネットカフェはさっぱり寝かせてくれませんでした。これから先の旅の行程が大変不安になってきます。では次はですね、京都駅でお会いしましょう。 Thank you for your cooperation. はい、そういうわけで京都駅に着きました。ここからですね、近鉄線であるところまで行きたいと思います。ちょっと時間が早いので、予約したね、特急よりも前の時間の特急に振り返られればそれに乗って移動したいと思います。近鉄乗るの初めてなんですけど、切り欠き式のホームに電車、こういう風景見たのはまだ仙石線、JR 仙石線が地上駅だった頃以来でしょうか。なんかとても新鮮です、近鉄。予定通りじゃないんだけど、7時10分発の特急鳥羽行き、これに振り返ってもらいましたので、若干ですね、次の目的地での活動にちょっと時間の余裕が生まれたということになります。はい、近鉄京都駅の発車時刻表こんな感じになっています。島風は1日1本だけの運行なんですね。原則水曜日は運行いたしませんということになっています。ここから出る特急は賢島行き、橿原神前行き、近鉄奈良行きと3方向ですかね。私が乗るのはこちら、土日祝祭日、7時10分発の特急鳥羽行きになります。
さっきも言いましたが、近鉄に乗るのはですね、実は初めてなんですね。なのでちょっとしたワクワク感というのがねあるわけなんですよ。いいじゃないですか、このホームもなんか趣があってね。これから始まる長い旅がとても楽しみに思えてきました。では次は列車に乗るところでお会いいたしましょう。そう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 、これこれ、近鉄特急っつったらこの色だよ。私が乗るのはこの1号車なので、この辺で待ちたいと思います。タバコが吸えるという今となっては大変貴重な列車になっております。喫煙者に優しいのは JR 東海と近鉄ぐらいかなというふうに思っております。今車内清掃真っ只中、それがお済み次第ドアが引く扱いをし、乗車ということになります。しばらくカメラ回しっぱなしにしましょう。カメラを止めるな。シートは割と最近これ更新されたのかね、ちょっとその辺あんまり詳しくわからないんで、まあ、座り心地の良さそうなシートが並んでいます。
足元は割と広いですね。というわけで、まあ喫煙者ということでゆっくりタバコを吸いながら移動していきたいと思います。で、一旦動画の方はですね、これで締めさせていただきたいと思います。それではね、本日も皆さんにとって良い一日でありますように。 Have a nice day。